北京飯店市近所、天壇岩園北京飯店の一北京飯店は、中華人民共和国の北京市の長安街とワンフーチン大街に立つ高級ホテルである。中華人民共和国の首都である、北京市の中心地の長安街とワンフーチン大街に面して立っている、新朝時代から営業されている数少ない高級ホテルで、現在も北京市を代表する高級ホテルの一つである。 1900年の開業以来、100年以上の歴史を有する。中華人民共和国の建国記念パーティーの開催場所となったほか、中華民国の初代総統である孫文や、ソビエト連邦のニキータ・フルシチョフ首相、アメリカ合衆国のリチャード・ニクソン大統領、日本の田中角栄首相やインドネシアのスカルノなどの各国の国家元首からジョージ・バーナード賞をはじめとする作家など、 開業当初から現在に至るまで、世界各国の国賓や著名人が利用することでも知られる。中国共産党北京市委員会や、北京市人民政府、中華人民共和国国家安全部などの政府機関の本部だけでなく、天安門広場や、市勤場、もう主席記念堂などの観光施設も都保険内にあることから、政府用人から団体観光客までが利用する。 1900年に設立、開業した。その後フランス系の銀行の出資により5階建てのレンガ作りの建物が建てられ、1915年に北京でも数少ない近代的ヨーロッパ風ホテルとして新たに提供された。その後1917年に7階建ての新館が追加された。日中戦争勃発後の1937年に日本軍が北京を占領してからは、 日本軍の管理下に置かれ、1945年8月に日本が第二次世界大戦で連合国に敗北し、北京から撤退した後は、蒋介石総統率いる中国国民党の管理下に置かれた。1949年に国境内戦が終結し、中華人民共和国が建国された後は、中国共産党政府所有のホテルとなり、同年には、 ホテル内の宴会場で、毛沢東党主席や劉昌記国家主席、周恩来総理、首都区委員長ら国家首脳部の出席の上で、建国祝賀会が開催されたほか、文化大革命期までは、様々な記念日のレセプションパーティーが行われた。1954年には、さらに新たな建物が追加された。またこの頃より1980年代にかけては、 北京を公式訪問したソビエト連邦のニキータ・フルシチョフ首相やアメリカ合衆国のリチャード・ニクソン大統領、日本の田中角栄首相や北ベトナムのホーチミン主席などの各国の国家元首が宿泊するなど北京の景品館的存在となった。1974年には最初に建てられた建物が取り壊され、その跡地に89メートルの本館が建設された。 当時、この建物は北京で最も高い建物であった。2001年に大規模なリニューアルが施された。2005年にはビームネがフェアモントラッフルズホテルズインターナショナル参加のシンガポールのラッフルズインターナショナルが運営するラッフルズ北京ホテルとして別の体制で営業されることとなった。2008年に開催された北京オリンピックの際にはホテル全体が 国際オリンピック委員会の本部となった。ラッフルズ北京ホテル A 棟から E 棟ま,までがあり、北京飯店とラッフルズ北京ホテルとして運営されている。各種パーティーや会議など様々な用途に対応するバンケットルームが用意されている。北京地下鉄1号線ワンフーチン駅まで徒歩3分で、北京駅までは車で後の10分程度である。 北京首都国際空港までは車で30から40分程度。ありがとうございます。